こんにちは、よしこでございます。では今日はキノコと牛もも肉のトーチ炒めを作っていきます。材料はこちら。やみつきになる美味しさです。細切りにしてもらった方がいいです。もうこのまま、まあ、厚さは 0.5 ミリぐらいあればいいかなっていう。はい、こんな感じですね。ではこんな感じで切れたら縦に切っていきます。でこんな感じで、で特に下味とかは必要ありませんので、もうこのままで使います。次はしめじとエリンギ使っていきます。もう結構ね、大量に食べたいので、もうこれはね全部使っていこうかなと思っています。まあ、大体これ1個 100g ぐらいなんで、石突き取ったらそのままばらけさせるぐらいで十分です。まあ、全部一気にバラバラにするというよりは、ちょこっとだけつなげた状態にした方が後で食べた時にそこが当たると結構嬉しいんですよね。で次はエリンギ使います。エリンギもこうやってパックで売ってるのも全部使ってもらっていいかなと。でこれも適当に、っていう感じでできたら、また牛肉と一緒でさささささっと切っていきましょう。若干面積広めに切った方が美味しかったりしますけれども、まあ、そこはお好みでどうぞ。はい、こんな感じで切れたら OK です。は、今度は調味料合わせていきましょう。まずトーチジャンは絶対使いますね。これ本当に好きなんですよ。でこれはね 10g ほど入れときます。醤油を大さじ1杯、パルスイートもちょこっとだけ大さじ1/2だけ入れときます。でここにお水2杯、はい、この鶏ガラスープの素、もうこれをねここの時点で入れて混ぜておきます。まあだいたい小さじ1杯ぐらいかなっていう。で、一回混ぜておきます。で、もうこの時点で片栗粉、これを 5g ほど入れときます。で、また混ぜておく。これで調味料を合わすことができました。は、火をつけます。じゃあ、ごま油で軽くコーティングしておきます。で最初の時点でおろしにんにくかみじん切りのにんにくで一回ちょっと軽く炒めます。これもだいたい 5g ぐらいでいいです。ですぐにこちらの牛もも肉を一緒に入れてさっと炒めます。でまだちょっと赤くてもいいので、すぐにこちらのキノコ類も一緒に炒めます。ささっと炒めておきましょう。で塩を振っておきます。でもうキノコ類も含めてすぐに火が通ってきます。牛肉も細切りにしてるんですぐに火が通ります。でこの時点で一回、はい、お酒、僕は焼酎使います。糖質ゼロなんで、これを大さじ1杯だけ入れて、そうすると軽く蒸すことができるので、さらに炒まるのが早くなります。でお酒の風味も加わって美味しいですしね。これ以上やると水分飛びまくってちょっとえらいことになっちゃうんで、この時点でこれらを入れておきましょうか。さーっと入れたら絡めます。もうすぐに絡んできましたね。最後に、はい、ブラックペッパーをさーっとお好みの量を入れて、もう一度こうやって混ぜといて、これで火を止めて完成です。美味しそう。はい、では盛り付けて食べていきます。はい、では食べていきます。
上がりなさい。いただきます。めっちゃうまいっす。食感がめちゃくちゃいいです。そのエリンギがだいぶやっぱり活躍してるんですよ。でもやっぱりエリンギの噛み応え本当に素晴らしいんで、中華最高やな。やっぱりあの減量とかダイエットが一段落ついた時にはもう中華食べに行こうかなと思うんですけどね。いやでも中華もいいし、まあ、何でもいいか。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。とりあえずコーヒー飲みます。いただきます。あーうまっ。はい、いかがでしたか。今日はキノコと牛もも肉のトーチ炒めを作りました。めちゃくちゃ美味しいです。病みつきの味になります。ちょっと味濃いめが美味しかったです。僕基本的に薄味にすることが多いんですけれども、あれに関しては薄味はダメかなと思いますね。はい、トーチジャンで香りもいいですし、特にあの牛肉と今日使ったキノコ類とは本当に抜群に合います。でキノコ類に関してはすごいダイエット料理の定番じゃないですか。でもいろんな料理方法はあると思うんですけれども、今日みたいなのだと全然気兼ねなく食べれるん で牛もも肉でタンパク質もちゃんと取れますし、鉄分も取れますし、あの鶏むね肉で代用してもいいとは思うんですけれども、ただちょっと細切りするときやりにくいかなっていうのがあるので、牛もも肉でやった方がいいかなと思います。体熱くなってきたな。もう一回はい、という感じで中華おすすめです。ぜひ食べてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。